続きまして、株式会社百勝市場様、長谷川様よりご講演を頂戴いたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、百勝市場事業統括の長谷川と申します。ポイントを抑えた効率的な展示会の準備というご説明をさせていただければと思います。次のページをお願いいたします。弊社はですね、茨城県の米生産者からなる卸売法人となっておりまして、国内の米卸はもちろんのこと、海外に米を輸出している法人になっております。2016年より海外の輸出を開始しまして、今年で8年目に入ります。現在の主な輸出先国としては、アメリカ、香港、シンガポールが最大の市場になっておりまして、それ以外にも、オセアニア、東南アジア、ヨーロッパ、中東などへも販路を拡大していっております。我々が特徴的なのは、生産から加工、流通、販売までを一気通貫で行うことができるということで、直接輸出、間接輸出をどちらも行っている、商社機能を持った米卸業者になります。で、また、弊社はですね、茨城県産米輸出協議会というところのオブザーバーにもなっておりまして、関係行政機関と、ヒエラルキーを、ピラミッドを作ってですね、生産者の皆様まで、広く情報発信ができるような体制も作っております。で、現在、輸出米を作っていらっしゃる生産者は100名ほど専属契約農家として生産をしていただいておりまして、弊社はその作っていただいたお米を集荷し、保管し、精米加工をして販売していくというふうな体制をとっております。これまで過去8年間、いろいろな展示会に出てきておりまして、日本国内で開催される展示会もそうですが、海外で行われる大規模な展示会、または現地の問屋さんが催している、現地の問屋さんのですね、展示会などにも出展してきております。写真でご覧いただいているパッケージは、弊社の独自ブランド、茨城の米と書いてるバラ米というんですけども、真空パックをしたりですね、二酸化炭素を充填したり、もしくは充填したりとか、あとはお客様との PB ブランド商品なんかを作って輸出をしております。現在、令和5年差ですね、今年の秋に取れてくるお米の数量としては、2500トンぐらいを15カ国以上に輸出していくような計画になっております。次のページお願いいたします。弊社はですね、個社で展示会等に出展することが多くてですね、主に私が一人でブースに立ってお客様と相対してやっていくっていうところが多いんですけども、コロナの前はですね、実際に生産者を現地の市場に一緒に渡航していただいて、小売店で実際にお米を炊いて食べていただいたりとか、あとは弊社が卸している飲食店を回っていただいて、どういった環境でお客様、末端の実業者様に消費していただいているのかっていうようなことを、生産者の方々にも理解をしていただいて、それを生産に生かしていただくっていうふうなことをしてきております。当初輸出開始はやはり高く米を販売したいっていうところで輸出を開始したんですけども、やはり実際海外に行って理解したことっていうのは非常に多くてですね、そこからより良い形を求めていって、決して高いお米ではなくてですね、消費者の方の手に届けやすい米を届けるというような、現地のお客様のニーズに合った商品を展開して、規模を拡大していっております。次のページお願いします。海外展示会の心構えポイントというところで、置いておりますけれども、やはり輸出先国によってですね、食文化であったり、米の喫食の方法というのは違うんですけれども、まずは基本的には、日本ではこういうふうに、精米をして、親戚をして、炊くんですよっていうふうな提案を行わせていただくんですが、やはり輸出先国によって調理の方法が違かったり、食べ方が違かったりするので、各国の米の使い方を把握した上で、日本らしさ、もしくは現地のマーケットに合ったメニューの提案などをさせていただいております。で、やはり、バイヤーの方々がですね、米について詳しいというわけではないので、わかりやすく、実は日本って米を使った加工品でたくさんあるんですよっていうところから身近に感じていただいて、いろいろな食べ方があります。
まあ、お酒として作られたり、米のお菓子として作られたりとかですね、いろんな方法があって、日本には米が文化として、伝統として根付いているんですよ、といった、そういった背景を、ストーリーをお伝えしながらですね、お客様に訴求したり、また、炊飯をする工程を見せてですね、実際に食べてもらうっていうようなことを、その違いをですね、現地で皆様が食べられているお米との違いがあるんだよという、非常に、まあ、お米という商品は、なかなか差別化が難しい商品ではあるんですけれども、まあ、そういったところを分かりやすく伝えるようにしております。次のページお願いします。海外の市場視察、商談会はですね、生産者を連れて行って、輸出の機運を醸成しているとともに、まあ、海外の展示会でですね、我々が重点を置いているのは、やはり、まずは、我々生産者が主体となって輸出しているんですよと。生産者の顔が見えるお米を輸出しているんですよというのを、まあ、我々生産側でもですね、まあ、消費者側のバイヤーの皆さんも理解していただくような努力をしておりまして、また、実際に、まあ、バイヤーの皆様にどういったものかっていうのを分かりやすく伝えられるような努力をしております。で、まあ、海外に出てですね、お客様の声を拾うことで、まあ、お客様のニーズっていうのがはっきりと分かるっていうことも非常に多いので、まあ、都度、まあ、我々も出展するたびに多くの情報を拾って勉強になっているというところで、海外の展示会では PR もそうなんです。経営者の PR もそうなんですけども、やはり日本産米が美味しいんだよっていうのを知っていただくと同時に、あとはどうやったら商売につながるのかっていうことを考えながら展示会に出展しております。次のページをお願いします。で、まあ、先ほども申し上げた通り、まあ、弊社はですね、個社で、出展をする、渡航をして出展をするということもありますし、農林水産省やジェトロ様のご協力を得て、または茨城県のですね、助成金なんかを活用して展示会に出展することが多いです。やはり、費用対効果というのが非常に大きい、重要なところだというふうに考えておりまして、その3日間とか4日間拘束されるっていうところがまず大きなところでございまして、で、また、装飾にお金をかけることも非常に大事だとは思うんですけども、やはり来ていただいたお客様に、まあ、我々が何を売っているのかっていうことを分かりやすく伝えることが、まあ、非常に重要な一つ目のポイントだと思っております。サンプルを配布したりですね、増殖を新しくするのは、まあ、弊社としてはその費用対効果が悪いため、まあ、ブースの設計とかを含めてですね、まあ、国内外の展示会で、例えば、まあ、ポスターであったりとか、パンフレットであったりとかですね、そういったものは使い回しができるような、作り方をしています。なので、ポスターの中にも最初から、英文で、英語の表記を入れたりとかですね、あとは米を分かりやすく伝えられるようなポスターやパンフレットの作成をしています。で次に、まあ、二つ目のポイントとしては、やはり、バイヤーがですね、すでに決済権を持っている人が、展示会に来ているケースが非常に多いので、まあ、我々側としても、決済権を持ったですね、担当者をブースに立つことが重要だというふうに考えています。また、まあ、ほとんどのお客様が、英語でのコミュニケーションができますので、まあ、英語でコミュニケーションができる担当者を置くというのが非常に大事かなと思っております。で海外の展示会に出る場合は、マネキンさんを一人雇ってですね、その方にサンプリングの配布やパンフレット、簡単な商品の説明をお願いをしてもらって、私の役割としては実際に購入意欲がある方とですね、より深掘りをさせていただく話をその隣でするというような役割を分担をしております。3つ目はですね、購買検討の参考となる情報を事前に用意しておくということで、やはり、まあ、最低限ですね、まあ、FOB、まあ、東京港から出す価格を提示するとかですね、まあ、ミニマムロットがどれくらいから出荷することが可能なのか、で輸出先国にそのお客様の国に出荷できるかどうかとかっていうところも把握しておくことが重要ではないのかなというふうに思っております。お客様としてはすでに日本から商品を輸入していらっしゃって、日本側に協力会社、輸出をする協力会社がいる場合もありますし、またそういった場合、そういった状況でない場合もあるので、まあ、そういった情報を取ることも重要だというふうに考えております。で4つ目、非常に多くの方々が来場なさってですね、先ほども説明にあった通り、100社以上の方と名刺交換をするような状況になりますので、お客様の中にはやはり、ものすごい購買意欲の高いお客様もいれば、
まあ、サンプルを目的でいらっしゃる方もいらっしゃるので、まあ、そういった中で、その後のフォローアップにつなげるために、まあ、顧客リストを簡単にでもですね、作る必要はあるかなというふうに考えています。例えば名刺にですね、お客様の情報を、書き込むというところからでも構わないと思うんですけども、まあ、A4 の紙1枚でもいいので、お客様の情報を、まあ、集約して、後ほどのフォローアップに、生かすということも重要なんではないかなというふうに考えています。次のページをお願いします。まあ、やはり大事なところはですね、その展示会に出る目的だったり、その意欲だったりっていうところかなとは思っているんですけども、展示会に出ることで非常に多くの多種多様な業者さんが出展なさっているので、まあ、そこの他のブースの出展者様との情報交換なども非常に効果的に行えると考えてますし、またいろんなブースが展示されているので、そのブースを参考にして次回の展示会に取り組むっていうこともやっております。で、搬入時間のですね、ピークがあったりとかっていうことがあるので、やはり実際に展示会に参加なされる場合には、まあ、その搬入の経路を考えておいたりとかですね、あとはその展示に要する時間とかですね、実際に会場までの時間ということを逆算して把握しておく必要があるかなというふうに考えています。また、展示会中ですね、非常に忙しくて、私なんかはいつも一人で出展してるんですけども、やはり、ご飯を食べる時間であったりとか、まあ、トイレ休憩をする時間であったりとか、あとはずっと立ちっぱなしでの対応になることがほとんどなので、会場内の気温、まあ、内外気温差ですね、会場外との、そういったところも、ある程度検討して、まあ、離席する場合はパンフレット、名刺は必ずブースに置いといていただいて、まあ、お客様が常にですね、その情報を、まあ、直接話すことができなくても、今後の取引につながるような形を取るべきだというふうに考えています。海外の、展示会に出展する場合はですね、やはり行ったことのない国で展示会を行う場合もありますし、全く違う言語の展示会っていうところもありますので、やはりその行き先々の国々の食文化とかですね、そういったことを意欲にしてもいいかなというふうに私は考えています。私は実際に、まあ、それを意欲にして展示会に出てるんですけども、あとは、まあ、飛行機のマイレージを上げるぞ、なんていうところでですね、海外行ったら美味しいご飯を現地で食べるぞとかっていうところを意欲にして、例えば、まあ、1週間とかですね、の海外出張を、乗り越えられるように、そんなモチベーションにしております。まあ、多くのですね、情報は今、能動的に取ることができまして、まあ、この GFP を活用したりとか、JETRO とかですね、まあ、農林水産省もそうですし、まあ、各都道府県がですね、今輸出促進に取り掛かっておりますので、まあ、そういったところを活用していただいて、初めの一歩を踏んでいただくのがいいのかなというふうに考えております。次のページをお願いいたします。我々としては今後の展望はですね、やはり市場を拡大していくっていうところに重きを置いておるので、まあ、今まで出展したことがない地域に力を入れていこうかなというふうに考えております。そしてより多くの海外のお客様に日本様の良さを知っていただければと思っています。既存市場の展示会のところでは、まあ、来年の1月に行われる、ラスベガスで行われるファンシーフードショーに出展する予定を立てておりまして、また、新市場の開拓として、そして市場調査も踏まえてですね、まあ、カナダ、中東、ヨーロッパなどでの、への展示会を、予定しております。まあ、なので、7月から来年の頭にかけてですね、まあ、7カ国ぐらい、まあ、市場調査と、それから、まあ、展示会に出展する予定を立てております。インパクトのある展示会、イベントへの出展もですね、今後は検討していきたいと思っていて、やはり大きな展示会でですね、展示会に出展するのも一つの方法だと思うんですけども、よりピンポイントにですね、まあ、日本の文化に興味のあるような、末端のお客様に訴求をしていくということで、まあ、海外でいろんなですね、日本人祭り等を開催されているので、そういったところにも、まあ、出展していけたらなというふうに考えています。現時点では、まあ、ドイツのデュッセルドルフで行われている来年の日本人祭りとかですね、またその現地のアニメエキスポなんかでですね、出展することができれば、いいかなというふうに考えています。今後ともですね、まあ、我々生産者が集まっている会社ですので、生産者の方々に興味を持っていただける、また担い手となる生産者の方に興味を持っていただけるような取り組み、
まあ、一緒に渡航して一緒に展示会に出ていただくというところを目指しながら、または現地のですね、直接取引につながるようなお客様を広げていくというところを目的にしながら、やっていきたいなというふうに考えております。簡単ではございましたが、以上で弊社の説明とさせていただきます。ありがとうございました。